宇宙の狭間からこんにちは、沖縄コスモです。沖縄さん、しばらく見ぬ間に随分お顔が変わりましたねっていう声が聞こえてきそうです。なんか今風に整形してくださいって言ったらこんな感じになりました。なんちゃって沖縄さん、お久しぶりです。改めまして、沖縄コスモです。めっちゃお久しぶりです。なんか自分が YouTube に動画上げてたことすら忘れてたぐらい久しぶりですよね。あとね、この部屋荒れ放題、私この何 半月ぐらい、半月じゃない、半年ぐらい何をやってましたかと言いますと、デッチ暴行しました。何ですかデッチ暴行って、平成の人間には分かりません。デッチ暴行、まあ普通に働いてたってことなんですよ。で、今までと全然違う仕事をしてみようと思って、なんともうガチレベチの大会系の仕事をしてました。それは何なのかって言いますと、洋服屋さんで通訳をしてました。通訳って大会中な、超文化系じゃんとか思うかもしれないけど、違うの、大会系なの。なんか本当に改めて思ったのは、客商売って大変、あとなんかいろんな国の人と話すのはすごい楽しいんですけど、なんかね、やっぱり日本のサービス業は本当に大変。通訳といえども、まあ一応サービス業の一環として雇われてますから、もうやっぱりね、常に笑顔をキープ。でもおかげさまでなんかとっても表情が明るくなった気がするの、私だけ？まあまあそんなこんなで、まあね、ちょっと いろいろ、まあ一応アーティストですので、そのアート業がすごく滞ってしまって、でもう半年も空けるとやばいなと思って再開しました。あとその前にこの荒れ放題の部屋をどうにかした方がいいですよって感じですけれど、というわけで今回は何をやりますかというと、まあ久しぶりっていうことで、今回はクラフトをしたいと思います。クラフトなんだよ。まあちょっとなんかデイ的なものをしていきたいと思います。もう夏が来たっていうことでね、サンダルを買いました。ほんでなんでサンダルを買ったかと言いますと、この間私がもう愛用していた B さんの鼻緒が切れたんですよ。もう超不幸じゃない。そう、まあ、で新規一点サンダルを買って、自分、まあ、アーティストならね、こう自己流でちょっとデコっていきたいと思います。では VTR スタート。でなんか前なんかやってましたよね、 VTR スタート前。何 VTR スタート。私の角に勝てるのかな、トン、それでは VTR スタート。夏が来たってことで、このね、夏っぽいホログラムのサンダルを買いました。これなんと1900円、激安ですよね。もうホログラム、私ホログラムがもう大好きで、最近はね、右を見ても左を見ても東西南北みんなホロで囲まれてる世の中、ホロだらけです。もう買わずにやれませんでした。もうね、こちら皆さん大好きビレッジヴァンガードとダイソーで仕入れた品々でございます。こちらを使ってサンダルをデコっていきたいと思います。まあ皆さん知ってると思いますけど、まずはじめにスポンジボーブ、このね、ポジティブな目がいいですね。彼はいつもこそのポジティブになりなさいって私に言ってる気がします。なんか食べこぼし、これ食べこぼしかな、すごいね。もうまあいいや服はやっぱり笑う角、服着たる、私はね、いつももう笑ってるんで、もう作り笑い
作り笑いをしてるんで、もう服が来ないかなと思って。もう服はね、服をつけて、服を呼ぶって感じで、服を呼びまくっていきたいと思います。あとね、やっぱりチェックのリボンがもう大好きで、なんだろう、ロンドンかぶれ？ロンドンかぶれてんのかな？なんで、まあ、おリボンだけじゃちょっと寂しいので、ちょっとパールをね、パールプラスリボンでもう、デコデコ、デコデコ、もうデコリボン。デコリボンをさらにデコっていくスタンスで参ります。あと、この、You did it! あんたできる子だよ！あんたできる子だよ！あんたできるよって、この子がね、私に言ってきたの。それで、買ってやったさ。ほんで、こちら。こちらは、麻雀パイです。麻雀パイのね、ブレスレット。これ分解してデコっていこうかな。これなんだろう、国士無双？国士無双かな。四国無双？国士無双？なんだろう。まあいいや。なんか縁起が良さそうなので買ってみました。あとこちら、キングオブポップス。このポーズいいですよね。あ、でも大好きマイケル・ジャクソン。あとなんでかわかんないけど、その横にプッシーがありました。これなんだろう。これ何？博士？怒られる？まあいいや。まあどうでもいいんですけど、もうマイケル・ジャクソン様がもう好きすぎて、お亡くなりになられた日ですね。なんかね、一時停止しちゃいまして、その後なんか一週間くらいゴッとしてましたね。でもなんか一週間くらいなんかずっと泣いて過ごしてました。2008年だったと思います。19年だったかな？ぐらい。で、もう本当に大好きな人が亡くなると、そういう感じになるんだなって思いました。あと全然関係ないけど、パンダ。パンダはやっぱり服を買った後に、パンダ。服？パンダ？服？パンダ？服？パンダ？パンダ？服？服？パンダ？これはね、台湾に今すぐ行きなさいってメッセージだと思いました。もう意味がわかりません。まあいいや。まあこんな感じです。でもね、これどう考えてもね、これ絶対にキャパオーバーだよね。絶対に、多分サンダルに入りきらない？絶対に入りきらないと思うんで。いや、入るさ。やってみるわさ。で、まあ基本的にね、このウルトラ太陽とボンド、超強力接着剤。これは私も超愛用してる接着剤なんですけど、これを使ってね、もう全部くっつけていきます。くっつけて、私の愛を全部。もうね、パンダなんかもうくっついてるもんね。もうなんかわかんないけど、なんかわかんない。はー、もう全然、お酒は飲んでないよ。普通のテンションで。くっつけていきます。パンダちゃんはね、オスかな？メスかな？メスパンダでした。かわいいは作れるかな。今日からね、何かわいいから、かわかわちゃん、かわい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 ちゃん、こわいこわいちゃん、こわいこわいちゃんって呼ぶね。というわけで、ブレスレットを分解してみて並べてみました。なんか本物の麻雀みたいですね。でもね、これ何もないですね。これはチョンボです。タラーン、サンダルができました。オリジナルサンダルができました。あのなんかいろいろね、全部ひっつけてやりましたよ。 You did it! マージャンパイ、服、リボン、パンダ、マージャンパイ、リボン。あとね、これ全然予定外のお友達は、うさぎさんです、なんかお家で発見しました、私も入れてよって言われましたので入れちゃいました。あと牛んちを、他のねドラゴンボールがどこに行ったかわからないので、とりあえず無心中、あとね、後から、ああ、心中も出てきたんで、なぜかちょっとだけドラゴンボールしよう。それで、あと、この予定外にないものといえば、そう、これスプラトゥーンね。これは、なんと、スプラトゥーンがこの世に出る前にいただきました。確か、2014年15年だったかの、E フリーでもらいました。で、今はもうありがたく私のサンダルの装飾として使わせていただきます。というわけで、かわいい。
わいい、やばい、かわいい。ほんで、そう、こっちとら余ったパーツです。今度はなんかね、個性が強すぎて、ちょっと合わないかなと思って、今回は残念ながら使いませんでした。あとマイケル・ジャクソンとマイケル・ジャクソン様のパンツ、これはなんかもったいなくって使いませんでした、ごめんなさい。あ、忘れてた、さ、なんかサンダルがいろいろかわせすぎて、この何、寿司ギャルマグロ、寿司ギャルマグロ超忘れてた。これはこのサンダルの中のアイドルです。で、なんとマグロの下にお米として女の子がいます。なんかね、なかなかよくできてるんですよ。なんかエロいね、エロいエロい。それでは実際にこのサンダルを履いて外に行ってみようかなと思います。そう、着替えてきますというわけで外でごわす。なんでこんなに雨が降ってるの、勘弁してください。でも私の足元は超かわいいです、見て見て。このね、草ととっても色が合いますよね。走るとね、この服の感がね、うるさいんだよ。カンカンカン、カサ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 。ね、可愛かったでしょ。めっちゃ緑の芝生と合うって感じよね。可愛い。というわけで、クッキーを呼ぶ原宿カオスススサンダルでした。はい、はい。皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。あと、もう久しぶりすぎて本当に本当に申し訳ありませんでした。次回もよかったら見ていただけると嬉しくて、好きが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 、ビッグバン、もう何言ってんですかね。で、というわけで、また次回お会いいたしましょう。 See you next week or もう期待しないで見てください。はい、よろしくです。大好き。実は皆さんに言い忘れたことがあります。というのは、久々すぎてこの動画をいいなと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。でもね、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 ほんまに更新頻度が低いんで、正直しなくても大丈夫。大丈夫。大丈夫。そんなこと言ったらダメやな。で、じゃあ一応お願いします。あと一応頑張って更新していきます。あと、もし見てくれる方がもっともっともっと増えたら、私ももっと頑張って動画とか絵を描いたり、物を作ったり、それで食べていけるかなと思います。今はとりあえず食べていけないので、やっぱりクセチボコをしなきゃいけないんですよ。 As a translator、May I help you? って感じ。あ、それもいいんですけどね、もう働きすぎるとやっぱりね、ちょっと話が長いんで割愛します。というわけで、また近いうちにお会いしましょう。皆さん、大好き。